なんと言わないでよ。そうだ、徳川家。そう、すごいじゃん。自分がこういうのラストサムライと呼んでよ、兄ちゃん。ラストサムライです。うー、ちょっと待ってくれ。これどっから始まってんだ俺。あれ、俺ここ登り切ったところで終わらなかったかな。そうだよな。やっちまえ。ちょっと待ってくれ。どうやって登ったか忘れた。ここか。いや。ここだ。よし、もう一回やるか。違う。よいしょ。ああ、ちょ。登ってと。よし、ここか。よし、ここで終わったんだよな。おそらくな。はい。皆さん、こんにちは、ピカです。アンチャーテッド海賊王と最後の秘宝やっていくよ。よし、さすればちょっと待ってくれ。よし、行こう。ここでいいのかな。うん、ここだな。こっちか。こっちね。違います。こうです。で、上と。これ。あ、え、いって。すいません。で、すいません、お願いします。ちょっと一本背負いはやめてください。ヨナディン、また会えたな。オーケー、リンゴ、リンゴ。あ、すいません、女王様。何言ってんの。おまじないだよ。ずる賢いやつだね。よく言われる。そう、あんたたちは腕のいいトレジャーハンターだよ。自らそれを証明した。味方じゃないのが残念だ。待てて、まだ間に合う。あんたを信じる。もうその手には乗らない。頼むから話を聞いてくれ。いや、もう開けてくれ。おう、サムよ。動くな。オーケー、今のは思ったより痛かったかも。あー、痛かった。見送りはいらないよ。まさかこのまま逃がすとでも思ってるのかい。そうした方が身のためだぞ。おい、ナディ、マジかよ。あんた強いけど、こっちは二人がかりだ。私の部下のこと忘れてないかい。たとえとどめをさせなくても時間を稼げばいいだけ。ちくしょう。本当かよお前。やれ。お前フリーザーですか。ああ、すいません。どうすればいいんだ。うんざり。あんたの兄さんにもね。それはお願いします。やらせてください。あ、お願いします。やらせてください。お願いします。お願いします。やらせてください。今から使う。あー、サム、サム、どうすんのこれ。こっちか。早くしないとサムがやられちまう。のような気がする。今行く。サム待ってくれ。あ、ここ。サム、サム、あっちか。テンポよく行くぞ。みんなごめんね。テンポよく行くよ。よいしょ。なめるな。もうちょっとで。
ナディ何やってんのこんなフラ。まあいくらおなごでも。やめとけ。早いな。俺ほどじゃないが。そいつはほっとけ。あいつらが来る前に逃げて。くそ。ちまった。おいおいおい。ひとまずみんな落ち着けてんな。あいつ。こいつは面白い。レイブ。ナイト。サミュエル。銃を下ろせ。全員だ。断る。レイフ、こいつ本気だよ。ああ、心配するな、ナディ。こいつは容赦なく人を殺せる弾じゃない。こいつが死んでもいいのか。好きにしろ。撃てよ。サム。撃てばあんたらも終わりだ。仕方ないさ。そこ動くな。動いちゃダメだと。サム、銃を下ろせって言っただろ。やれよ。レイフ。おい、やめろ。撃つんじゃない。よこせ。ほら、な、降参。こいつらに人は殺せないだって。こいつにそんな度胸があるとはな。サミエル、平気か？こうなることは分かってたんだろ？おい！やめろって。降参だって言っただろう。なあ、ビジネスマンらしく取引しようぜ。取引？なるほど。どんな取引だ？ほら言ってみろよ。だからほらお宝が欲しいんだろ。手伝うよ。だから命を助けろって。それと分け前を少し。見上げたやつだな。サムを自由の身にする金、それだけでいい。自由の身？姉さん、ああ、無所から出られたのはヘクター・アルカサルの助けがあったからだ。奴に借りがある。おい、ふざけるのも大概にしろよ。ヘクター・アルカサルは半年前アルゼンチンの銃撃戦で死んだ。無所から出したのは俺だ。ああ、そうか。なんて言われたんだ？サム、どんな話でっち上げたんだ？アルカサルだと？おい、マジかよ。弟に嘘をついたのか？時間の無駄だよ。ちょっと待ってろ。いいか、ネイト。俺はずっと宝を探し続けてきた。だがいつも行き詰まりだ。そうさ。そんな時、ことのほかエイブリーに詳しいあのサミエル・ドレイクが生きてるって噂を聞いた。脱獄したんじゃない。俺が金を積んで正面玄関からめでたく出所だ。それから2年、聖ディスマスの十字架を探してた。それも俺と手を組んで。嘘だ。本当だ。でたらめ言うな。そうか。サム、言ってやれ。ネイト。おい、サム、そんなの嘘だろ。なあ、あのお宝はずっと俺たちの夢だった。全て投げ出してきたんだぞ。なあ、おい、いいからネイト、気を落とすな。俺も騙された口だ。俺を騙してお前を連れてきた。ついでにあのサリバンまで巻き込みやがって。サム、俺は本気で怒ってるんだよ。だから水に流してやる。お前にはふさわしくない。お前は？お前も俺もただの盗人だろ。何が違うってんだ、レイフ。なんだ？あんたがケリをつけないなら私が。何ですか？おい、聞こえたか？手がかりを見落とせば財宝とはおさらばだ。自分で言ったろ、いつも行き詰まるって。俺たちが必要なんだろ、違うか？そうだな。俺たちじゃない。
サムだけでいい。おい待て、やめろ。ネイサー、ネイサー、あの野郎殺人鬼だな、ユロさん。消去しないと。ネイト、あ、ね、ネイト、ほら、ここだよ。ねえ、ここ誰の家なの？さあな、知らない。でも住所は合ってる。何日か様子見てみたけど誰もいない。ほら、着いたぞ。うわぁ、すごいでかい。ドレイク家の兄弟。どこから探す？まずは入り口からだな。とりあえず光の方向に行ってみよう、サム。こっちだよ、サム。警報器あるのかな？手っ取り早くチャイムを鳴らして。玄関に鍵がかかってる。うーん、そっか。どこ行けばいいのかな。とりあえず中入ればいいのかな。そしたら、ここですか。よし、裏を見てみよう。おい姉さん、見ろ、窓が開いてる。本当だ。どこ？ほら、こっちだ。どこ？手を貸せ。まあこれ幼年期だからサムについていけばいい感じか。あー、サム。こうか。でこっからジャンプか。よし、よいしょ。よかった。ああ、ほら、お前の分。ねえ、部屋の目星はついてるの？本とか日記とか論文とか紙系、そういうやつを探せな。なんだこれ。水筒。何もない。なんか探せばいいの？ドア。あかん。エブリン女子、私はナンパ、何は健一郎と申します。なんだ、日本人か。先週冒険家ロッジにて、最近沖縄沖で発見された徳川時代の鎧に関するあなたの講義に参加しました。聴衆の喧嘩見下すような質問には驚きましたが、発表は実に興味深いものでした。実績に対する名声と敬意は人種や性別の影響を受けるべきではないと私は信じています。その点ではあなたも私も苦労してきたのではないでしょうか。今回あなたに手紙をしたためているのはフランスの甲冑を手に入れたからですが、年代や生産国は定かではありません。
もしお時間があればあなたのような専門家のご意見をいただきたく思います。厚かましいお願いで申し訳ありませんが、1ヶ月で私はこの町を後にせねばならないのです。9月にはバイキングの墓地遺跡を研究するためにアイスランドに赴かねばならず、残念ながらあなたと話す機会がなくなってしまいます。ご連絡いただけるのであれば、私はレノックスに滞在しています。あなたのご連絡を心よりお待ちしております。なにわ健一郎。裏返す。あ、この人がなにわ健一郎か。ズーム、この人ね。サム、なにわ健一郎さんです。あ、ここにもある。違う。屋根裏にはないだろう。旅行用とかキャンプ用の古い道具ばっかりだ。まあどっか上とか下にあるんじゃないのか。ここじゃない。じゃあこっちか。いいかな。何が。ここはもう行ったよな。降りるさ。あ、それか。どうやって探すの。母さんのノート覚えてないの。表紙が白っぽい革のノート。白っぽい革のノート覚えてるけど、ここ広すぎ。あ、これじゃないの。サム見つけた。マジで。裏返す。読む。徳川家康の遺産、なにわ健一郎、京都大学。何？違うの？これ。姉さん、馬鹿げてるけど、これ明王朝の壺じゃない。姉さん、明王朝の壺をそんな風に置いておくやつなんていると思うか？だよね。偽物だと思うけど。まあ、200円ショップか。こっちか。あ、くそ、ダメだ。ほら、一緒にやろう。いいか。押せ。なんだこれ。これ。ツタンカーメンじゃない。見ろよ。ここそこら中に。ツタンカーメンはこんな方にいないか。棺だらけだ。本物だよ。ここは何なんだ。まあすぐにわかるか。まあとりあえず、白色のね、革のものを探せばいいんだね。本をね。これは古代ローマ3世紀4世紀頃かな。確かそうだよ、お兄ちゃん。これは、おい、それわかるか。なんだっけ、見たことはあるんだけど。寝そべったぞ。エドルリアノだ。寝そべってベッタベタの。二人一緒だ。暗いけど。なんかエロいな。いけてるよな。あ、なんか硬直してきたよ。変なところが。あ、サム。恐竜の羽もあるかな。ありそうだな。この壺。骨壺か。臓器の壺。臓器の壺。
気色悪いな。気色悪い。あとこれは菩薩様じゃないか。上行けるぞ。あ、光ってる。宝物発見。ここなんだ。戦闘機、おもちゃの水上飛行機。上はない。下行ける。下行こう。何もない。こっち行ける。おい姉さん見ろよ。誰でしょう。ほら、え、リビングストン博士だって。いいね。ああ、病院行ってください。即病院行ってください兄ちゃん。キッチンだね。地球儀。ああ、ピカのお家はどこにあるの。好きな場所に行けるならどこがいい。どこでも。どこだ。なら、どこかな。インド。じゃあタージマハルに行こう。回れ地球よ回れ。ソビエト連邦、モスクワに行こう。入国がちょい難しいけどな。でも赤の広場は行きたい。ああ、もういいよ。これは、これこの前読んだ。本当か。どうだった。すごいんだよ。西洋の女性で初めてラサに行った人は。見てよ。どう。ああ、ど、兄貴。あ、これまた甲冑か。ほら、悪魔の兜があるよ。バイキングの兜。サム、バイキングのは角なんてないよ。ベルシアさ。ああ、どうですか。そうだ。あ、これは。6式の銃。中国の。まだ使えるかな。シールドだね。うわ、アラビアのロレンスだ。広いな。なんだこれ。死の鎧。フランスかな。まあ、甲冑でも国によって作り方が全然違うんだね。考え方なんでしょうかね、これ。広いな。おい、窓の近くです。懐中電灯を振るな。上も行けそうだ。これはお前ちょっと探すの大変だな。なんだこれ。あー、ミュージックかけよう兄貴。どうですか。いつからこういうの好きになったの。おいおい。あー、これはちょっと長そうだ。時間短縮のため一時停止でお願いします。コレクションを売ってくれって断ったっぽい。ピーター K さん。俺でもきっと売らないな。あ、本棚。本がいっぱいあるが、その白革の本がない。お、これは家康のマークだな、これ。侍。
家紋わかるか。葵の紋は、なんと言わないでよ。そうだ、徳川家。そう、すごいじゃん、自分がこういうのを。ラストサムライと呼んでよ、兄ちゃん。ラストサムライです。あ、ちょっと疲れてきた。本いっぱいあるからここに。あー、これだろ、もうこれだよな。たくたく、世界中の日記があるけど母さんのがない。あ、母ちゃんの日記なんだ。すっげえなこれ。これだけ広かったら今日何しようかなってまず迷いまくるよねこれね。ほら、花に水やるのも専門家がいりそうだ。悪名高き海賊たちの強奪と殺人の歴史。んじゃあさらにここじゃ。こっち行ける。まあ、こっちには何もないと。あ、こっちも行ける。あかん。開かない。母さんのものがこの部屋にあるかも。どうやって。嘘だろ。じゃあどこにあんだよ。サムなんかここうろちょろしてるな。おい、通気口だ。え？本当だ。中を通って行けそうだね。お前が行けな。え？どう見ても俺は無理。俺カブトかぶってるもん。お前できる？当たり前でしょ。カブト突っかえるんだよ。分かった。どうやって行くの？それじゃ頼むぞ。こんな高いのどうやって行くの？アコエはどうやって入ればいいんだ。どこからか入れるのかな。こう押すのか。よし。あ、おっと、カメラ見せて。まだ使えるな。ああ、ほら。じゃあ笑って。うん、チーズ。ウイジンです。なくすなよ。振って。おお、おお、いい感じだ。いつまで振らせるんだ。もういいのかな。なるほどね、こう言ってと。でこっち行って、あ、よいしょと。まあそういうことか。怖えなこれ。オッケー。よし。よし。
と、ここか。よし。よし。入った。ああ、ここもなんかいっぱいありそうだな。待って。うわあ、なんか病院みたい。写真？あ、ケンイチちゃんだ。あ、鍵だ。そしたらここ鍵なのか、ここ鍵開けるのかな、これね、うん、はい。そしたらね、今回はここまでにしておきます。ではまた次回この続きやっていきましょう。またね。